緑区、寺山地区アメク保養水は、埼玉県埼玉市緑区を流れる、養水路である。綾瀬川流域の灌漑養水として、江戸時代に改作されたが、近年は、浦和溝の駅周辺の区画整理事業により、水田が宅地化され、下流では、養水路としての役目を終え、一部埋め立てが進んでいる。見沼大用水島園から取水し、埼玉スタジアム二千二の南側、 浦和美園駅の西側を南下して行き、埼玉高速鉄道沿いを流れる。国道463号に差し掛かると東に折れ、道路の下を暗挙で流れて綾瀬川及び田羽川に注ぐ。見沼大用水以前の見沼ためい時代に、雨区保用水は掘削され、その頃は、ひざ小村付近で見沼の溜まり水を引いていた。長さは2862軒であったが、近年は、 流路延長 1.6km にまで短縮されている。浦和噌の地区では区画整理が行われており、開作当時の姿を保っているエリアも徐々に少なくなっている。特に浦和噌の駅、西口広場の周辺は暗渠化された。東北自動車道より上流は大宮大地の円に沿って流れ、フェンスや護岸以外があるものの、斜面は開作当時のままとなっている。 雑草が生い茂っており、夜間は暗い。取水地点の上の殿のあざな、天久さたもつが由来である。かつては、寺山地区内で東に分かれ、天宇川を駆けといで越え、綾瀬川を伏せ越しでくぐり、岩月地区も考えしていた。考え面積は220ヘクタールだった。ありがとうございます。